箱の中に入っているのは実はお菓子。でも石の名前がついていますよね。1月9日、伊豆半島ジオパークを多くの方に知ってもらおうと、石をイメージしたお菓子を作るジオ菓子キッチン教室を静岡市内で開催しました。参加したのは20人の小学生。はじめにスクリーンを使って伊豆半島の成り立ちを学びます。次に水槽の中で火山の模型を使った噴火の実験。火山灰に見立てた白い液体が空高く昇っています。そしてお待ちかねのジオ菓子作り。今回は伊豆半島で見られる特徴的な伊豆石2種類を作ります。まず加工が簡単な柔らかい伊豆石凝灰岩のクッキーを作ります。材料は火山灰に見立てた小麦粉やアーモンドプードルと砂糖、ごまなどを混ぜたもの。そこに火山礫に見立てたくるみを混ぜて型に入れます。オーブンで20分ほど焼いて抹茶をかければ完成。もう一つはお城にも使われた硬い伊豆石安山岩。こちらはごまのペーストを使い黒色に仕上げます。やはりオーブンで焼いて出来上がり。まるで石のようなクッキーが完成しました。早速自分が作った石のクッキーの味見です。美味しいです。すごく美味しいです。作ってみて硬いかと思ったけど、思ったよりふわふわしていて美味しかった。参加した子どもたちはお菓子を通して伊豆半島ジオパークの魅力を学びました。